あーお腹いっぱい、ちょっと食べ過ぎちゃったかも。えへへ、はぐみも。でもこれからスタジオ練習だし、今のうちに食べておかなくちゃ。あ、かなちゃん先輩からメッセージが来てる。みんなまだお昼食べてないって。そうなんだ、じゃあここで何か買ってってあげよっか。それナイスアイデアだよみーくん。じゃあはぐみ買ってくるね。ココロンとカオルくんとかのちゃん先輩と